イザヤ書第五十八章。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ。私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ。しかし彼らは仕事に私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように。 彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。なぜ私たちが断食したのに、あなたはご覧にならなかったのですか私たちが身を今しめたのに、どうしてそれを認めてくださらないのですか見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食をするのは、 争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今、断食をしているが、あなた方の声は糸高きところに届かない。私の好む断食、人が身を今める日は、このようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、 主に喜ばれる人呼ぶのか私の好む断食はこれではないか悪の絆を解き、くびきの名は目をほどき、敷いたげられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ。 あなたの肉身の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時、あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中からくびきを覗き、 後ろ指を指すことや、つまらないおしゃべりを除き、飢えたものに心を配り、悩む者の,の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝きのぼり、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、 水の枯れない源のようになる。あなたのうちのあるものは、昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを作ろう者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を、 はえある日と呼び、これをたっとんで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時、あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父、ヤコブの譲りの地であなたを養うと、主の御口が語られたからである。